全国のサッカーファンの皆様、こんにちは。あいにくの雨となっています。本日は J リーグセカンドステージ第3節、イーリス対マリノス、本当に楽しみな対戦ですね。実況はいつものように安塚博史、解説は元日本代表の水沼貴さんです。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。なお今日の試合ピッチからのレポートをパンテッタ・ジローラモさんにお願いしています。キックオフ、イーリス今日は 5-3-2 のシステムで臨んでいます。ここからどう攻めるか、うまく体を入れていきます。さてどうしますか。マークが甘いか、無難につないでいきます。激しい攻防だ。平山大きくクリア。前半32分、イーリスこのピンチをしのげるか。ここは見せ場です。打った、あーっとまだチャンスは続いている。決まった、マリノス先制ゴール。手元の時計で30分が経過しています。マリノス先制のゴールを決めました。マリノスチャンスを確実にものにしました。VTR が出ます。早速リプレイに行ってみましょう。最後に決めたのはカリナス。まあやはりディフェンス陣の力不足といったところですね。あと一歩及びませんでしたね。ここで前半戦が終了。0-1、イーリス1点のビハインド。水沼さん、前半をご覧になっていかがですか。1点差ですからね、すぐにひっくり返してくれるでしょう。で再び試合が始まります。どう思われます、ギロラムさん。イーリスよく頑張ってるような、そうでもないような。木村ゴールに迫ります。木村これは悔しい。後半15分が経過しています。イーリス1点のビハインド。さあここはどう続き、ゴールに迫ります。ディフェンス陣もほっと一息といった感じ。手元の時計であと3分、イーリスリードを許していますが、どう展開するか。イーリス早く守備を整えたい。サリナス独走態勢、あーっとまだチャンスは続いている。打った、決定的なチャンスを逃してしまった。ここで主審のホイッスル、試合終了です。終わってみれば0-1、イーリス1点に涙を飲む結果となりました。水沼さん、最後に一言お願いします。次の試合はもう目が離せませんからね、皆さんもぜひ競技場に足を運んでください。解説は水沼貴史さん、ピッチレポートはパンセッタ・ジローラモさん、実況安塚博史でお送りしました。それではこの辺で失礼します。ごきげんよう、さよなら。